じゃんじゃがじゃん、はい、絶好調のアラッキーです。ピザ&パスタ屋さん、くぬぎの何でしたっけ、くぬぎのくぬぎの丘ね、まだね、お店の店名が頭に入っていないっていうぐらいね、いやもうすっごくこの素敵なね、今たまたまお店を見つけたので撮影しだしたとこなんですよ。っていうのが、私今ね、大分県由布市湯布院町に向かってました。なるほど、あの湯布岳の山あいの景色ですね。だからこのね、湯布岳の山あいの景色を一望できる範囲もこちら、ピザ&パスタ屋さん、くぬぎの丘です。すっごい素敵だなと思って、いやただね、私今下の国道215線ね、車で走行してたんですよ。ちょうどなんかおしゃれな席があるから、ちょっとここで語らせていただこうかな。はい、ねえ、よいしょよいしょ、ちょっと腰掛けてね。はい、でね、ちょっとこう広々したところに、なんかこのもちろんこのくぬぎの丘というまあ看板がパッと目に入り、上の方を私このね眺めるとね、なんか丘の方に、上の方になんかね建物が一軒ぽつりとあって、その雰囲気がすごく素敵だなと思って、まあもちろんこの車を寄せて、でなここを眺めたところ、いやこれもしかしたら当たりかもって。何が当たりかって、いやなんか素晴らしいお店だなとね。でまあね、本当にもう下からカメラを回し出しまして、この突撃ぶらり散策ということで撮影開始いたしました。でね、実際今私カメラ越しにね、この景色を眺めつつね、このお店の外観をね見た感じ、そしてまたテラス席なんかもございましたけどもね、いやこれめちゃくちゃいいね。で、はい、聞こえますよ、皆様のお声聞こえます。ピザかパスタか食べないのかってでしょ。食べません。そう、私もつい30分前にねお食事してきたばかりで、さすがに入らない。このお店知っていたらね、ここでいただいていたのにということで、ここまた後ほど私ね旅に行きたいなと思います。ただもう駐車場をたくさんねなんか作られてますけどもね、すごいここはまた、まあ、人気店なんでございましょうね。えわ、こんなもんなんか気に下げられた何気ないこういったねランプなんかもすごくねおしゃれだな、ね、雰囲気良くて、でね、すごいこのレトロな車なんかもね、こちらでね飾りとしてね、飾られておりますけども、すごくいい感じで、ね、下からずっと歩いてきましたけどもね、見てよ、何度見てもいいな。いやマジもう食事してきたのか、もう残念、もう本当残念。あら、これ何の花でしょう、なんかすごいなんか綺麗なねえ、先の方がなんか黄色くね染まった方、いやーマジ残念ねえ。いやーそこちょうどね、ほらここなんかテラス席からね眺めて、もちろんねあの丘の上のねあのとこに待ってね、椅子なんかもご用意していただいておりますので、本当ね本日のようなこうやってね晴天の青空、そしてこのね湯布岳の景色なんかもう見て、あの向こうの山のこんな景色もね眺めることができるね店内からですよね。いやマジ知らなかったここはねえ、おお前もうお店から遠のいているじゃないか。そう、もうお腹いっぱいで、もうほんともうなんだろうなこれね、めちゃくちゃ残念だ。
ただこれちょっと見て、ほらまださらに上に上がっていくような道もね、今ね、あの作られてますので、もしかしたらここまたいろいろこうできるのかもしれませんね。木を切っている音なんかもね、上の方からまた聞こえてきてますのでね。いやー、これすっごく知らなかったな。こんなところに、ほんと国道沿いですよね。道路沿いでしたらね、すぐ私店気づいたとか思いますけども、ちょっと丘の上なのでね、ちょっと今までか、これまでずっとね、もうほんとこのね、215線はね、走行してましたけど、全然、今回ほんと何気にパッと気づいたんですね。ねえ、くぬぎの丘ってか、洒落てるな。いやー、めっちゃ気持ちがいい。ねえ。はい、お店取れないの残念。ねえ、ですがまあね、すっごくこの素敵なね、ピザがいただける、パスタがいただけるお店がございました。こちらね、大分県由布市由布院町のね、町からちょっと外れてます。はい、下に見えてるこの国道、これね、210号線ですね。もうすぐね、あの、由布院町にね、たどり着けます。多分車で走行して、多分もう約5分ぐらいだろうと思います。はい、湯の坪ガイド、あの、ほら、観光名所でもなってます。あの、由布院の商店街ですね。あそこまでだったら、もう車で約5分程度でもつけるような距離ではございますのでね、ここね。はい、ということでね、どんな動画だって、なんか新しいお店、なんかお店らしきなんか、看板を見つけ、その上を眺めて、丘の上を眺めたらなんか店舗があったからカメラを回し出したという、ほんとちょっと緩いね、ぶらり散策動画になりましたけども。でもね、まあ、この動画を通じましては、イタリアンが好きって、ね。で、パスタも私吸い取ります。俺はピザが好きっていう方々、ね、ぜひぜひこっちで由布院にね、まあ、足を運ばれ、まあ、温泉巡りや観光などでお越しになった際の昼のランチ、ぜひこの、はい、丘の上の、は、合ってるか角度、どこだどこだどこだ、ここら辺か、あ、どこだ、ねえ、ぜひぜひランチでね、お越しになっていただいてみてください。いや、これ間違いなく美味しいですし、まだまだこのロケーションすっごく素敵だから、ねえ、これも私が保証いたします。まあまあ画面越しでもね、まあ皆様にね、この映ってるかと思いますけどね。いやまあこれ実際に見るとね、なおさらこのね、素晴らしい山ハイのロケーション。たまんないですから。ねえ。だらだらと喋り続けてるでしょう。そう。ずっとずっとね、皆様に私を見ていただこうと思って。っていうのが画面の最初はね、私登場してませんので。ね、映像だけでね、あのお店まで行けましたので、なんか、まあなんか寂しいなとか思いながらですね。はい。はい、もう間もなくね、はい。入り口近くにね、はい。今降りて、歩いてね、徒歩で降りてきましたけどもね。ここちょっと車でね、上がっていきますので。ね。ちょっと車で上がっていきますのでね。ご安心ください。ね。で、お前、ボロ車どこに止めたってでしょ？はい。ここ。ここ止めてます。ね。そうそう。最初あのボロ車の横のあのピザって看板、最初ね、動画で最初に映しましたけど、あれ気づいたんですよ。で、なんだと思って車寄せてそこに止めてね、降りて振り返ったところ、このほら、くぬぎの丘っていう看板が、なんだと思ってまして、上見れると、ほら、ここにほら、お店らしき、なんか建物が見えたので、もう動画回しちゃえということで撮影したということでございました。はい。では皆様、よろしければいいね、グッドボタンを押していただければと思います。そしてね、チャンネル登録お待ちしておりますので、ちょっともう一度ちょっと山の景色見ていただきましょうか。ね、はい、こちらね、由布院から望める由布岳の山の景色。由布岳もですし、これ、由布岳かな、これもしかしたら阿蘇の方かもしれません。熊本の阿蘇の山もね、見えますので、まず由布院からでしたらね。はい、ではでは、ねえ、皆さん、ぜひぜひこちらお越しになってくださーい。ということで、絶好調の荒木からでした。では皆さんまたねー。